遠藤涼子の茶の間テレビ、いらっしゃいませ。第44回茶の間テレビ始まりました。イエーイ。今日はみーたんもまた出てくれてます。みーたん、こんにちは。こんにちは。今日は幼稚園で何してきたんですか？鬼ごっこ。豆まきですか？節分で鬼に豆まいてきましたか？はい。じゃあみーたん隣で聞いててください。お願いします。まずですね、また今月の新しい CRT 栃木放送のタイムテーブルができたんでお知らせいたしてます。あのこれだんだん Facebook お友達のお店やってる方とか会社のとことかにも置いてってるんで、そしたらうちも茶の間ってこの下の方に載ってるんですけども、どんどん県北の店頭に置いてってるので、それをちょっと楽しみに見てもらえたらなと。これはうちに常に置いたんで、来た時は持ってってください、よかったら。とですね、この間先週またまた大宇焼田店の大林さんが遊びに来てくれて、でお土産持ってきてくれて、今度バレンタインで、なんだろうこれ、バレンタインで企画をするみたいで、何のチョコレートだろう、明治のチョコレートで、デコ、手作りデコチョコをした大宇で買ったチョコをデコチョコすると漏れなく景品が、応募した賞を取った方には商品券1万円分 1名、最優秀賞大優商品券1万円分1名様、大優賞大優商品券5千円分2名様、明治製菓賞お菓子の詰め合わせ30名様に当たるそうです。よかったらこれ応募してみてください。今日は Facebook ページっていう方にクーポン券の投稿をしたんですね。と鍋焼きセットを注文してくれた方にはアイスをプレゼントして、でそれに釣られてきてくれた方がたくさんいらしてくれて、アイスを、棒のアイス、普通の大人たちが食後に食べてて可愛かったです。なんか Facebook もだんだんなーなーな投稿、なーなーっていうか、これ食べました、あれ食べました、これ美味しいですとか、そういう投稿が増えてきて、みんなきっと退屈だろうなと思って、たまにそういうのやろうかなって思って、なんかそう、別にね、きっと来る方はアイスが食べたいっていうよりもそういうちょっとした楽しみがあるから来るきっかけになるっていうことが、あ、なんて言うんだろう、大人の遊びじゃないけど、そういう感覚で私は楽しむのがすごい好きなので、今日投稿してそれに、ママと引っかかってくれた大人たちに感謝します。でも本当ありがたいですね。なんかアイスに釣られてきちゃったよってみんな言ってくれてすごい嬉しかったです。感動しました。もう本当なんか誰も来なかったらどうしようってドキドキしながらいつもそういう投稿するんですけど、それに本当乗ってくれるその優しさっていうか、嬉しくなっちゃいますよね本当に。最近あと携帯が壊れちゃいまして、投稿が携帯でできなくなっちゃったんですよ。で、デジカメで撮って、ここパソコンに SD 入れて写真、データ取り込んで、一日投稿してる毎日です。
本当大変です。電波悪いところだとなかなか投稿できないし、でも携帯って本当便利だなっていうことを感じながら思ってますが、もう壊れたからどうしようと思って、でもとりあえずなんかもう電話することもないし止めてきました。昨日どこも行って止めてきてとりあえず満了期間まで止めてみようって。携帯がない生活を、まあ、持ってるんですけど、通話だけのために基本料金だけ払ってる携帯が持ってるんですけども、それはほとんど使わないんで、携帯をない世界はどんななんだろうっていうのを体感してみたいと思います。いつまで持つか続くか1ヶ月持てばいいと思うけど。あとはまた告知になりますけど、じゃーん、私Facebook 活用セミナー講座を私は久々にゲストで登場します。 Facebook 活用セミナー講師として久々に活動したいと思います。そうだね、2月6日の水曜日、これ本当は3000円の料金のところを今回は無料、かなりお得ですね。お得っていうか無料で伝授する、聞きたいことが聞けるっていうセミナーです。これはかなりお得ですね、本当に。それ時間は7時から9時、このトムキャットさんっていう中澤さん、このインターネットテレビの制作者の中澤さんの事務所でやるんですけども、場所はホームページなどを調べてもらえば分かるけど、もし分かんない場合は0120-414-378 にご希望の方や場所を聞きたい方など問い合わせの方はお電話ください。もしくは Facebook やってる方は中澤さんのメッセージにご連絡ください。私はに連絡してもいいんですけど、あくまでもゲスト出演っていうかゲストの講師なので、中澤さんの方になるべく連絡をお願いします。セミナーって去年からやってみたんですけど、人にものを教えるっていうのは本当にどれだけ伝わってるんだろうっていうことを考えながらいつもやってきたんですけども、でも伝えたことを全うしてやってくれてる方を今も Facebook 上の記事をタイムラインっていうんですけど、タイムラインに出てくるのを見てると、ああよかったなって思いますね。まあもともと頑張ろうってやる気があった方がそういうふうにやってくれてるんですけど、なんて言うんだろう、とにかく Facebook っていうのは Facebook やればどうにかなるっていうよりもなんだろう、実際にここがきっかけの出会いのツールだとして、私が思うに実際の実践ができてなきゃ ここで頑張ったってどうにもならない話なんですよね。だから実際のことを偽って投稿したって、実際会った時にがっかりされるような人にはならないように素直に書くのが一番だと思いますたまにいますよね、そういうあれみたいなだから私は常に正直に投稿してるますね。嘘偽りない、嘘つくとしたら嘘つくとしたら本当はなんだろうな、嘘つくとしたら昨日食べたご飯の嘘とかでもそれも嘘つかないな、なんか嘘つくことが面倒くさくなっちゃいますよね。例えばこういう性格じゃないのに、まあいいと思うんですよ別にその人のやり方でも。例えば
ネット上ではこういう性格でいたいっていうのはいいと思うんですよ。だけどそれで活用したいってなると実際の性格と違った場合のギャップっていうか、うん、それがいい方に向かえばいいと思うんですけど、惹かれちゃうとこれが何だったのって話になってしまうので、なるべく皆さん正直に書きましょう。あ、最近本当に私なんか勘違いされることが多くて、出る杭は打たれるっていう、もう本当去年から言われてたんですけども、本当あることないことデマを言われて大変です。そんなことしてねえしということも言われてて、ああイライラすると思って、最近もうイライラすると、今日もイライラしたことがあって、お菓子をわんさか食べて一袋、味がもう感じないぐらいお菓子食べて、ああムカつくとか思いながら。でもそれでも見てくれてる人が9割以上いるんで、認めてくれる人が9割以上いるんで、その小さなね小判ザメのような敵には、私は敵じゃないし全然気にしないでいられる、うん、ようになってきて、慣れてますね。なんだろう、なんかそういういい人たちでしか、私の周りはいい人しか来ないように自分でしてるし、実際近寄ってくれる人もいい人しかいないんで、なんかそういう人たちにたまに愚痴っても、まあ嫉妬してんだよとか、羨ましいんだよそういう風になれないからみんなって言ってくれるから、まあ、全然私もまだまだなんですけど、本当に始まったばっかだし、いろんなことに対して全然何もできてないんですけど、そういうので救われてるなって、そういう友達がたくさん増やしていくことが私は今は唯一の癒しです。趣味がないから Facebook で友達気の合う人を探してって、その人たちでワイワイやるのが今の私の癒しとなっています。でもだんだん仲いい人がすごい広い範囲で、気の合う人が広い範囲でもう何十人何百人って今はなってきて、なんかちょっとムカついたことがあっても、あ、こんなに仲間がいるんだっていう励みにもなってますね今は。なんかお店に来てくれるお友達とかも、お客さんっていうよりもなんか逆にこっちが、あ、会いに来てくれたの嬉しいみたいな、でなんかね、ありがとうとか言ってくれたり、なんか頑張ってるねとか、頑張ってねっても言われることが、リスナーさんもそうなんですけど、涼子さんに会いに来たって言われるだけで涙が出そうになりますね。なんか最近ねちょっとストレス溜まってたんですよね。なんで私ばっかそれ言わなくちゃいけないんだよっていうことまで、つか私に言うんじゃねえやとか、ぶっちゃけ思うこともたくさんあって、毎日こっちだってな、いろいろあんだよとか思いながら、それでももう大人の対応するしかないなって今はそう思ってます。なんかもう楽しんだもの勝ちですよね。何を言われようが別にいいと思ってくれる友達がいて、楽しんでればそのうち飽きてくれるだろうみたいな。そんな感じですね。ミトは何を作ってんですか？お猿ですか？そう、いつもこれを収録するときに、幼稚園から帰ってきて、で収録終わった後に上の子を迎えに行って習い事に行くんですが、もうその後が毎日バタバタしてます。夕飯の買い物して、ご飯作って、お風呂入れて、宿題を教えて、毎日
の日課です。あの自分の時間は今働いてる時間と寝てる、ね、子供を寝せてからの時間ですね。その 1,2 時間が本当に貴重になってます。最近ちょっと疲れて頭が回らなくなってきてるんですけど、そんな感じで今年もまた締めようとしてますが、よろしくお願いします。ちょっと頭おかしくなってますではみーたん、第44回どうでしたか？どうでしたか？かわいかった？ママのどこが好き？顔。ありがとうございます。今回も顔が好きらしいです第44回、今回もご観覧してくださった皆様ありがとうございます。45回もよろしくね。じゃんけんぽん。本日もご来店ありがとうございます。お店の電話番号はこちらです。 Facebook でも遠藤涼子検索してね。お店の方にも来ちゃってね。